ママ友に新居をたかられました。新居といっても、中古の一軒家なんですが、リフォームを終え、あとは、家具を搬入するのみになった時のこと。ママ友 A はシングルマザーで、娘ちゃんと市営アパートに住んでいるんですが、家の余っている部屋をシェアさせてくれないか?と言われたんです。使わない部屋があるんだったら、物置にするのはもったいないでしょ?私たちが住んであげるわね、と。A ママが、唖然とした私に続けて言うには、食費込みで3万円支払う。仕事で忙しいから家事は一切しない。これを機に残業なんかもバンバンするから、娘よろしく。あなたの息子ちゃんのついでに、娘の保育園の送り迎えもよろしく。あなたは専業主婦だし、私の分のお弁当を作る時間がある。作って。あなたにもラッキーな話じゃない?ローンの支払いが少しは楽になるでしょう。と、ニコニコ笑う彼女に、ようやく頭が追いついて。意味がわかりません。悪い冗談ですね。と返すと、冗談じゃないし。まだ一般的な話じゃないかもしれないけど、やってみるのもいいと思うよ。と言ってくる。しばらく、園の駐車場で、押し問答のような状態になってしまっていると、他のママ友が来ました。助け舟だと思い、事情を話そうとすると。A ママは、後であなたのアパートに行くわ。私も、住むところはチェックしたいから、家にも連れてって。と言い残して、逃げるように帰って行きました。とりあえず、残されたママ友 B としますに事情を説明。B は爆笑でした。本気にせず、相手にしない方がいい。という話をして、その場は別れました。話は13日の早朝。A ママに、シェアの話をされた数日後です。旦那には話をしていたのですが、B と同様に爆笑。冗談を、私が本気にしたんじゃないのかと言われていました。ピンポンを連打され、寝ぼけ眼の旦那が玄関へ。どちら様ですか ?A です。急ぎの話なんで開けてください。意味がわからないながらも、旦那がドアを開けると、ボストンバッグを担いだ A ママが立っていました。今日は対案なんですよ。対案吉日に引っ越しすると、縁起いいんですって。今すぐしましょう。と室内に入ろうとする。慌てた旦那が静止して、あれは冗談でしょ?こんな時間から迷惑だから、帰ってくれませんか?本気ですよ。私、荷物まとめるの手伝いますから。あ、これから同居するわけですし、遠慮なさらないで。いやいや。と旦那が押しとどめ、まだ寝ていた私を大声で呼びました。適当な服を羽織って出てみると。やっほー。アパートの荷物はまとめてきたの。あとは、私さんところの荷物だけ。今日が無理だったら、何か一つでも持ってくといいよ。は?何言ってるんですか?私たちはすぐにでも越したいんだよね。家賃も日割りで大丈夫らしいし。とらちが開かない。旦那は、もともと短気な方なんですが、ぐいぐいと自分を押しのけてくる A ママに、あっさり切れた。朝っぱらから気近。勝手なこと抜かすな。何よ。もう奥さんと決まった話なのに、そんな言い方ないでしょ。それとも、私たち親子を路頭に迷わすの。そこで、ふと、娘ちゃん、4歳の姿が見えないことに気がついた。娘ちゃんは?どこにいるの?引っ越すって言って、実家に預けてきたけど?親御さんに言って、何も言われなかったわけ?ほら、昔の人ってのは頭固いから。下宿って言ったら、まあなんとか理解してくれた。それより引っ越し。とまた室内に押し入ろうとする。そうこう騒いでいると、お隣さんがこちらを伺う気配が。玄関先で騒ぐのもと、しぶしぶ A ママを家に入れました。早く引っ越そう。と堅くなに言う A ママに、旦那は、どうにか落ち着きながら話をしました。私たち家族は、シェアなんか了承していないこと。朝っぱらから、迷惑この上ないこと。A ママはだんだん不機嫌になり、
最後はそっぽを向いていましたが、急に市営アパートはもう引き払うようにしてしまった。新しいところを見つけるまで責任持って私たち親子を新居に住まわせろ。といったことを言い出しました。私がきっぱり断らなかったから期待したのだ。期待させておいてこんなこと言われても困る。私たち親子は被害者だと。市営アパートにそのまま残ればいいじゃないかと言うと、もう引っ越すと隣近所に行ったのに、そんなことできないと。うちは住まわせる義理はない。勝手に期待したのはそちらだ。と旦那が突っぱねると、今度はしくしく泣き出した。シングルマザーとして自分がいかに苦労しているか。子供に不憫な思いをさせているか。人並みの幸せぐらいは子供に与えてやりたいのに、自分にはそれすら難しいのだなど。そして、旦那を見ながら、娘にも父親のいる家庭の雰囲気を味合わせてあげたかった。と言い出した。さすがに二人して固まってしまった。旦那も対応に困り、私はあなたの娘さんの父親ではない。父親のいる家庭の雰囲気なんてあなたは言うが、娘さんからしてみれば、私は知らないおじさんであり、父親ではないのだ。というようなことを言った。A ママは、しくしく泣き続けながら、あなたたちは優しくない。こんなに訴えかけても、わかってくれないの。と睨んでくる。息子も、朝からの異常な雰囲気にぐずり出し、最悪な時間でした。とにかくもう帰ってくれ。とどうにか返しました。彼女は、泣くことで多少落ち着いたようで、比較的おとなしく、今日は帰ります。とだけつぶやくようにして出て行きました。それから、数日間、毎日のように彼女から電話が。会社を休んでいるようで、朝から昼間、夕方としょっちゅう。内容は、同居を考えてくれ。なんなら、5万まで支払い金額を上げてもいい。というもの。断ると泣くの繰り返しです。園に相談し、A ママの実家の住所を教えてもらい、A ママのご両親に報告、相談する運びとなって、それが今日でした。A ママの両親は、至極普通の老夫婦といった感じで、いきなり連絡した私たち夫婦に戸惑いながらも、出迎えてくれました。内容を話すと、二人とも何度も頭を下げて下さり、おかしいと思っていた。そんな都合のいい話があるものかと疑っていた。とおっしゃっていました。話を聞くと、なんと A ママは、ご両親からは、私たち夫婦の引っ越し料金をもらっていたそうです。娘が世話になるのだからと、用意して渡していたみたいで。私たちが知らないと言うと、お母さんの方は、涙をにじませていました。娘には、こちらから、あなたたちに迷惑をかけないように言うので、大変嫌な思いをされたでしょうが、許してください。また、娘がご迷惑をおかけしてしまったら、すぐに連絡ください。私どもが、しかるべき対応を取ります。とのことでした。それがこれまでの流れです。家に帰ってきてから今まで、A ママからの連絡はありません。ここ数日は、12時くらいまで電話があったので、このまま何事も起こらなければいいなと思ってはいるんですが、不安がつきまといます。A ママ両親が、いい方たちだったのが救いです。長々とすみませんでした。